皆さんこんにちは。第5回、牧野塾やってきました。今日はですね、スパイクの話していきたいなと思うんですけども、なんでスパイクの話をするかっていうと、やっぱりこう牧野塾こうやってやっていく中で、皆さんのね、見ていただいた方たちが今度こういう話をしてほしいっていうのをずらーっと皆さんが送ってくるんですけども、その中に牧野選手から見て現役選手のスパイクの話についてっていうメッセージが結構実はあってですね、前からなんで、僕のスタッフといろんな議論を交わしながら、今回はプロ選手ならではの目線からいろんなスパイクをちょっと紹介して、プロ選手とアマチュアの人たち、もしくは僕の契約の話なんかをね、皆さんにしていきたいなと思いますんで、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。早速なんですけど、はい、今マッキーの履いてるスパイクを教えてください。僕はですね、アディダスのプレデターというスパイクを今履かせていただいてるんですけども、僕実はですね、小学校の頃からもう今ずっとアディダス一足でやってきましてですね、まあ年代別の代表を経て、まあアディダスのスパイクが変わるごとに僕も一緒にこう成長していったなっていうのがあるんですけども、まあ素晴らしいことにですね、18、プロ1年目になるときにアディダス様からですね、契約をしたいという話をもらいまして、そこから今プロ16年間ずーっとアディダス、で一筋でですね履いてきてます。はい、すごい。ちなみにその一番最初にアディダスを履こう、はい、と思ったきっかけって何かあるんですか？例えば、はい、ね、有名な選手が履いてたとか、はいはいはい、かっこいいモデルがあったとか、なんかそういうのってある？まあもうまさにそうです。僕の好きな選手、かっこいい選手が履いてたから僕も真似して履くっていうところがスタートしたんですけども、まあフランス代表のジダン選手だったり、まあ日本でもね、今プレーしてます、現役でプレーしてますけど、中村俊輔選手が履いて、うわポジション違いますよ、ポジション違うんだけども、うわあんなかっこいいスパイク履いて僕もこういう選手になりたいなとかっていう、まあ夢とか目標を抱きながら、まあ最初そういうかっこよさとかね、真似したいってところから履いて、めちゃくちゃいいじゃんこのスパイクって、めっちゃ点取れるじゃん、めっちゃモテんじゃんっていうところからスタートして、こうやって今ずっと履いてますけどね。なるほど、はい、ちょっとじゃあ早速今履いてるスパイクを見せてほしいです。はい、紹介する前に、でもさ、ね、でもさ、でもさ、スパイク紹介する前にさ、みんなが聞きたがってることってさ、契約のことじゃない？聞きたいでしょ？聞きたくないの？聞きたいでしょ？今さ、僕はまあプロでやってますけども、いろんな選手を見て、やっぱアディダス履いてる選手が多かったり、ナイキだったり、プーマだったり、ミズノだったり、アシックスだったりって、もういろんなメーカーのね、選手、いろんなメーカーの人たちが選手を見て、この選手と契約したいって言って、こうやって履かせていただいてるんですけども、ただこのコロナ禍が進む中で、この契約状況っていうのはどのメーカーもものすごい難しく、なってきております。でその契約の中で、じゃあどういう契約があるのっていうのを皆さん結構知りたいんじゃないですか？知りたいでしょ。じゃあ僕がね、こと細かにいろいろ説明していきたいと思うんですけども、じゃあ僕のアディダスに関してのちょっと契約内容なんかもね、話していきたいなと思うんですけども、実際に契約をしてお金が発生してる選手っていうのはごくわずかです。何割ぐらいですか？ J リーグでも本当にごくわずかだと思います。なぜならアディダスの状況っていうのが、まあ、このコロナ禍のことですごくこう難しいっていうのもあるんですけども、やっぱりメーカーもバカじゃないんで、一人の選手にやっぱり投資して、この選手が履けばこの選手を真似をして子供たちが買ってくれるってことにもつながるし、売り上げにもつなげなきゃいけないっていうのもあるし、その選手が履いてプレーしてゴールを決める、日本代表になる、テレビの露出広告っていうところを増やせば、もっとこのスパイクが売れるってことを考えなければいけないっていうのは分かりますよね。でその中でアディダス社が選手に投資する、契約するっていう意味では、契約内容だって全員が全員一緒じゃないんですね。例えば1年間に何足だけ渡しますっていう契約の人もいるし、1年間スパイクはいいですよ、物品は提供します、ただそのプラスお金のところですね、契約金が発生するっていう選手もいます。ただそれ以外にも、例えばこうアディダスのプロモーションにちょっと使わせていただきたい、日本代表のユニフォーム撮影に協力してくださいね、ジャージに協力してくださいね、スパイクの撮影に協力してくださいねっていう選手の中でいっぱいいるので、もう一人一人の契約内容が全部違ってくるわけなんで、僕も正直ライバルの選手たちと
どういう契約なのかって分かってないでしょ。で、自分自身も全部が全部分かってはないので、あ、こういうのに自分が使われてるんだなとか、こうやって街歩いてたらさ、なんかこうスポーツショップに、あ、俺がいるとかね、そういうのも結構あったりするんですよ。でもそうやって自分がウェアとか靴だとかっていうプロモーションの撮影に使っていただけるっていうのは日本の中でも本当指を数える選手しかいないです。で、海外で今プレーしてる香川真司選手だったり、原口元気選手だったり、南野選手だったりっていう選手は、ものすごくまた国内の選手たちとはまた違う、ね、全く違う契約内容になってるので、もっと多分跳ね上がるような大きな契約になってるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、国内でプレーしてる選手の契約と、海外でプレーしてる選手と、日本代表でプレーしてる選手たちっていうのは全然違いますね。ただこう全部のメーカーで共通しているのが、やっぱり日本代表になるとものすごい契約内容変わりますよ。海外のビッグクラブでプレーすると契約内容全然変わりますよってところなんで、やっぱり年俸と一緒でプレーして結果を出せばどんどん内容が良くなるよってところですね。なるほど、はい、余談ですけど、はい、僕は、はい、年間何足でした。おー、なるほどね。でもさ、年間何足でもめちゃくちゃいい方だと思うよ。確かね、一応金額がいくらまでみたいな状況、うん、ああ、そうだね、そうだね、そういう感じで選手によっては何割引きまでですよとかもあるしね。でもさ、俺びっくりしたんだけど、この間ね、あの J2 の選手と実は話す機会があって、わーって話してたんですけど、牧野君アディダスの契約内容どうなってんのって言われた時に、まあ俺こんな感じだよって言うと、いやー、 J2 でも今契約しても物品も提供してもらえなくて自分でお店で買ってるんですよって選手結構いました。 J2 で。だからこそプロ選手だからって言ってものすごいいい環境でプレーできてるわけじゃなくて、プロ選手でも自分でお金を払ってスポーツショップ行ってスパイクを買ってる選手も多いってことなんですよ。だそれぐらいやっぱり国内でプレーしてる選手たちもなかなか厳しい環境に身を置いてるってことなんで、まあとにかくプレーで結果を出して上に上がっていかないと、お金もそうだし、こういう契約内容も上がっていかない、まあ、もしくは契約のチームとの契約もあるけどメーカーとの契約も勝ち取らなければいけないので、そこもねやっぱり頑張っていかなきゃいけないのかなというふうに思ってます。これちなみに契約の期間とかってどういう期間になるんですか。でも人それぞれですね、はい。まあ、僕の場合だったら、ワールドカップだったりオリンピック刻みで4年契約2年契約とかっていうのをやってますからね。はいはい、面白いですね。契約はすごいですよ本当ね。契約ってね、チームとの契約がすごいこうね、みんな注目されてると思うんですけど、その裏でメーカーとの契約交渉とか、うわ来年契約してもらえるかなっていう難しさもあるんで、なかなかそこもね、まあ、面白くて難しいところなんですよね、はい。いやー、ちょっとそういう話を聞くとね、うん、じゃあ実際なんかマッキーがどんなスパイクを、うん、なんかスパイクへの思いとかも含めて、はい、すごいなんかあの興味があるというか、スパイクの思いはものすごく僕人よりも持ってて、まあやっぱりこう提供してもらってるので、まあディフェンダーとしてどうやったらスパイクうまく映るかなとか、どうやったら露出が増えるかなっていうのを常に考えてやってるんですけども、そこら辺をねちょっとこの後スパイクと一緒に紹介していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、はい、ではですね、はい、実際に今マッキーが履いてるスパイクを、はい、見せてください。いいですか。最近のスパイクはすごいよ本当に。これです、プレデターっていうね、皆さんのあの聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、僕も小学校の時から実はこのプレデターっていう種類をずっと履いてるんですけども、かなり昔と違って形は変わってきました。まあ、昔はちょっとアクセレレーターリガーなんていう言い方もしたりとかね、したりもしますし、マニアとかもありましたけども、今こういう形になってるんですけど、皆さんざっと見た時にやっぱまず目に行くのが、このスパイクにこのボツボツしたものがあるの、ちょっと見えますかね。このボツボツしたものっていうのが実際にデーモンスキンっていう言い方をするんですけど、なんでこれがスパイクについてるのかっていうところなんですけど、まあトラップだったりパスだったりシュートに関してのこう、技術の向上っていうところがねここに含まれてるんですけども、まあ優れたボールコントロールができるっていうところがこのスパイクの特徴なんですけども、まあ僕はディフェンスやってるので、そこら辺のボールコントロールっていうのはものすごく、重要になってくるところではあります。実際にまあこれを履いてる、まあポジション別で言うとディフェンダーの選手も多いし、中盤の選手もフォワードの選手もこれは結構オールラウンダーでいろんなタイプ
プの選手が履けるんじゃないかなというふうには思ってます。実際にこれを着用している有名な選手、国内でいうと、まあ、僕であったり、日本代表でプレーしてるんだ原口選手、海外ではあんまりいないですね実は、っていうのがこのプレーダーの特徴になってますね。これでももう私今実際手に持って触ってるんですけど、はい、これでちょっとフリーキック蹴りたい、うん、これね本当にこう蹴るカーブとかすごいよ。これね見たら本当わかると思うんですけども、色が3ヶ月に一度どん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 変わっていくので、見ている人たちもあスパイクが変わったな、色が変わったなっていうところがあると思います。で実際に本当細かいところで言うと、市販で発売されているスパイクと僕が履いているスパイク大きく違うところが何点かありますので、ちょっと今日はね特別に紹介したいなと思うんですけども、まあさっき言ったそのアディダスの契約内容には含まれてるんですけども、やっぱりプロ選手なんでもう1ミリのところでかなりこだわっていろいろ注文してるんですね。で僕なんかがよく注文してるのが、まず一つ、右足と左足の足のサイズが僕違うので、右と左の足のサイズをこと細かに1ミリ単位で計算して、布だったりとあの縫い目のところまでかなり細かく調整してます。どっちが大きいんですか？僕は右足の方が大きいです。はい、だから人にとあのスパイクくださいって言われてあげても履けないんですよ人が。だから市販で発売されているスパイクを履くと、どっちかが大きくてどっちかがちっちゃかったりとかもしてるんで、そこら辺はちょっと合わないなーっていうのもあるし、まああとはそのこのクッション性のところ、後ろのかかとの部分ちょっと痛いんでクッションをちょっと厚めにしてほしいだとか、スパイクを履く際に足を入れるここの入り口のところがちょっときつかったりするんで、ここをちょっと切れ目を入れて履きやすくしてくださいとか、ものすごくね実は事細かに注文して一足が成り上がってるってところなので、簡単にスパイク壊れてじゃあ次のスパイク履きたいですっていうと、工場が一足作るのにものすごく大変な作業してるので、まあ僕もあんま迷惑かけられないっていうのもあるんですけど、一足かなり丁寧に、履いてますね。で実際に試合と練習、雨とかねスパイクをいろいろ変えたりしてるので、まあなかなか壊れないようには、自分の中で工夫してますね。ちなみに、はい、今現状で使ってるスパイクの数は何足になるんですか？はい、例えば、じゃあ遠征に行きますけど、はい、何足になるんですか？大体3足ですね。はい、それはどういう分け方してるの？練習用、試合用、試合用、この3つですね。その試合用の2つは全く一緒ですか、はい、それともポイントが違うのか？ポイントが違うのと、あとアクシデントにある時、例えば紐が切れたとかスパイクが破けた壊れたっていう時に、まあ、あとは前半と後半でちょっと流れを変えたいなっていう時に変えたりしますね。はい、ちなみになんかこの後ろのポイントもなんかすごいですね。今これ固定っていうプラスチックでできてるんですけど、大体こう晴れの日にみんな履いてるんですけど、これが雨の日になるとこの金属のねこう芝にできるだけこう刺さるようにできてるスパイクを選んで履くようにはしてますねみんな。で最近でいうとミックスっていう形で、このプラスチック製と金属製がミックスにボツボツがねできた感じになってるので、それを履く選手が最近多いのかな。はい、高校生も最近多いみたいよそういうの履くのね。昔から比べるとデザインもそうだけどすごいでしょ。すごい。で何がすごいかって、今ねみんな見て思ったらさ、イボイボができたねとかってあるでしょ。今のスパイクは紐があるやつと紐がないタイプも実は発売されてまして、この紐がないスパイクを履いてる選手が、まあ有名な選手だったポグバ選手だったりね、もう全く同じようなデザインではあるんですけど、これはどっちかっていうと靴下と同化してるっていう形ですね。もう履いてない感覚になる、そういうスパイクになるんです。で皆さんが選ぶのは紐がある方か、はたまた紐がない方がいいのかっていうところなんですけどね、まあ、これもちょっとこうハイカットっぽくなってますけど、はい、マッキーは、うん、その紐なしを選ぼうと思ったことがあるんですか？僕はないですね。これはもう慣れだと思います。僕はもうこの紐ありの方で慣れちゃってるので、これを多分履いてプレーするとちょっとうーってなんか気持ち悪くなっちゃいそう。いや完全に俺も一緒だわ。だよね。あとなんか個人的にはね、はい、昔両方バンテージぐるぐる巻けないらしくて、あーなるほどね、割と狭いから入るから、そう意外にねこっちもね足を通すの難しかったりするんですけど、ただ慣れればねもう全然こういうストレスないんですよ。履いてる感覚がないんで、まあもしかすると紐ありでやってた人がこれを履くと、うわ紐なしの方がいいじゃんと思うかもしれないですね。はい、これが以上ねプレデターですね。で続いてネメシス、
を皆さんに紹介したいと思うんですけども、またすごいでしょ最近のスパイクって、こうもうなんていうんですか、目チカチカするぐらいでしょ。またこれもね面白い素材になってて、靴をスパイク履いた時にまたこうちょっとこう一体化するような感じになってるんで、ものすごいフィット感があってですね、まあ自由な動きとサポートの効いたフィット感を両立させるっていう意味ではものすごく中盤の選手とか結構多いかなというふうには思います。はい、僕は履いたことないですけどね、ネメシス。でも基本的にもマッキーはプレデターなんだよね。そうです、そうです。僕はあの契約の中身でプレデターを履いてほしいっていうことは言われてるので、まあ履いてるんですけども、まあ他のスパイクも履くことは一応できるはできるんですけど、あんまりこう僕のプレースタイルとスパイクが合ってないっていうのもあるんですけど、だしなんかね、あのボールタッチの感覚が変わっちゃう可能性があるのかな。そうものすごく変わっちゃう。まあ人によっては全然こう、あ、僕はこのポジションだからこのスパイクがいいのかなっていうのもあると思うんですけども、有名な選手で言ったらね、国内で言ったらこう、南野拓実選手、日本代表でねプレーしている南野拓実選手がこれ履いてますし、リバプールのフィルミーニョ選手もこれを履いていますね。はい、これもね実は紐があるやつとまた紐がないパターンも実はあってですね、すごいよね。まあ皆さんが、好むようなやつがあればいいと思うんですけど、これももうすごくない？てか裏ソールすごいキラッキラでしょこれ。もうちょっとこう、あ、すごいっす。続きまして X ゴーストという名前ですね。もうこれ結構ね学生多いと思います。でプロサッカー選手でいうと、もうテクニシャンがドリブラーが履いてるイメージなんですけども、これね伝わりますかね、もうペラペラス、もう今もうめちゃくちゃ軽量、これ履いてるのっていうぐらいのもう軽量化されたやつで、僕もこれ履きたいんですよ実は。でもねやっぱプレースタイルとか全然合ってないんですけど、これもうねもうペラペラ、革1枚これで多分足踏まれたらもう指折れちゃうんじゃねえかっていうぐらいなんですけど、ただもうこのスパイク履くとボールタッチとかものすごいですよこれ実は。もう足、靴を履いてない感覚でサッカーができてるっていう特徴がありますね。サイドの足の速いタイプだったりドリブラーがこれを履いてるイメージですね。で実際にまあこれを履いてる選手だったら久保建英選手がこれを履いてますね。で海外でいうとベンゼマ選手がこれを着用してます。でさっきと一緒で紐があるパターンと、これも実はですね紐がないパターンもあって、これめちゃくちゃかっこよくないですか。個人的には結構好きなんですけど、裏も見てください、もうキラキラで、まあ紐があるパターンと紐がないパターンで皆さんどっちがいいかなっていうところなんですけど、まあね、ドリブラー足が速い選手は好んでこれを履いた方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。個人的にもこの紐ありパターンがすごいなんかかっこいいなと思って、かっこいいよね。で僕ねプレデターの、そのイボイボはすごい、これですか、はい、はい、蹴りたいんですよ、はい、なのでそこを組み合わせたものが出てくるから、ああなるほどね。なんか僕はこれ履いててこのイボイボの感覚ものすごい大好きなんですよ、このボールタッチ。ただこのなんかね、今カズさんが言うようにこのね軽量化でサイドの選手がこのボールタッチの繊細さっていうのがこう兼ね備えたスパイクなんで、このちょうど真ん中のとこでしょ。ああ、それはいいんじゃない、確かに面白いかもしんないね。でも売り上げで言ったらこれ一番なんじゃないかな。 J リーガーこれめっちゃ多くない？高校生とかめっちゃ多いと思う、学生とかも。そのこれちょっとあの聞きたいんですけど、はい、スパイクを履いてて、うん、なんかその軽いなとか、うん、重いなとかって感じることあるんですか？個人的にはこう疲れた時とかにパッて下見た時にさ、自分の足のスパイクの色で重い色ってあるじゃん、それを履いてる時はなんかうわ重い靴履いてんのかなって思っちゃうかも。実際にこれをパッて見た時に軽そうじゃん、色的に白だってさめちゃくちゃ軽そうじゃん。でもこれが真っ黒でドスッとした色だったらものすごく重さわかんないけど、色の具合でこうなんか重たく入ってくることはあるかな。ただでもスパイクによっては確かに重さ全然変わるよ、重さ全然変わるけど軽量化も進んできてるんで、ただその軽量化の中にも何か特徴が欠けてたりプラスアルファされたりとかもあるので、もうとにかく自分のプレースタイルに合うスパイクを選んだ方がいいと思いますね。最後にコパ、これはね香川真司選手が履いてるんですけども、まあもう最適なフィット感ですよこれ。もう履いた時にもうボールタッチはもちろんなんですけども、僕これ履いたことはないんですけども、
他のメーカーの選手たちが履いた時に他のメーカーに似てるスパイクってよく言います。ものすごくこれはね、足とスパイクの隙間を埋めることでより優れたフィット感に貢献するスパイクっていうふうには言われてます。はい、なんかその革というか、うん、なんか昔ねカンガルーレザーって言うよ ね、カンガルー、牛革、フルグレインとかね、めっちゃ言ってたけどね、それに近い感じ。でも最近人工の革が多いっすよ。うん、でもこれは確かにカンガルーの皮を使ってますね。はい、なんかさっき触らせてもらったんですけど、その柔らかくていいよね。うん、あの足にフィットするだろうし、ただこう使っていけばいこうと皮は伸びてくるっていうのはあると思うんで、多分自分の足に合ったやつをやっぱ選んだ方がいいかなと思います。で、香川真司選手、日本代表でいた橋本健人選手、が今履いてますね。で、海外でいたノイア選手、ゴールキーパー履いてますね。で、これも実は紐があるタイプと、もうアディダスってすごいね、今全部紐ないやつを作るんだね。見てください、これも紐がないパターンですね。面白いね。はい、まあ、これはでもね、女の子で言ったらなでしこジャパンの長谷川優衣選手が履いてますね、今。はい、紐なしのパターン。はい、で、リバラとかも履いてます、これ。はい、なんかこうやって今日見させてもらいましたけど、はい、面白いでしょ。スパイク選びというか、うん、今ね、サッカーやってる方も結構見てくれてる方多いと思うんですけど、はい、実際じゃ選ぶの難しいかって思っちゃった。難しい、俺らも難しいと思う。ただやっぱりこう好きな選手が履いてるとか、自分のプレースタイルに似た選手が履いてるっていうのはまずそこから選ばなきゃいけないっていうのもあるし、まああとはメーカーですよね。日本人に合ったスパイクっていうのはものすごくない、アシックスだとか、ミズノとかが出してるとかでもするんですけど、やっぱこうナイキとかプーマとかアディダスってこの大手のところが出すところは、かなりその、密に自分のその技術、足の向上っていうところを、かなりこう、なんていうんですか、研究重ねて作ってるので、履いた時のこんなイボイボとか、こんなんアイディアないじゃないですか。僕はこれを履いてますけど、なんか技術がなかったのにこのスパイクを履いたことですごくレベルアップした自分と向き合えたりもしたり、今までこんなシュート打てたっけっていう、ボールにちゃんと力が加わったりだとか、靴でこうなんかレベルアップができてるっていうのが最近のスパイクの凄さなんですね。まあだからこそやっぱりこう子供たち含めてスパイク選びっていうところは、自分のプレースタイルも含めて、まああと怪我をしないようなスパイクを選ばなきゃいけないし、ちゃんとお店の人と話し合って足に通してちゃんと見て決めるのが一番かなというふうに思いますね。はい、個人的にはプレデターかな。そう、チャンピオン、もうね、チャンピオン、なんでかっていうと、まあ、うん、チーム牧野として牧野が履いてるからっていうのもあるんだけど、うんうん、やっぱりそのイボイボ、あ、かっこいい、履いたいですよね。まあ履いた時のこの感覚はものすごいよ。なんかさ、 10m ぐらいバーンって上に上げてスパッて足元に止める技とかあるじゃん。あるね。あんなんもうペッて止まるから。でもマッキーインスタで上げてる時ボーンってなってさ、あれはね、すねに当たってるんだよね。その映像出るかね。出るかね。まあそれぐらいやっぱりこう、なんかも言うけど、やっぱ自分の技術とプレースタイルに合ったようにちゃんとスパイクもポジションごとに分けられたりもしてるので、そこはちゃんとね見て選んでほしいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。あとさ、ちょっとごめんね、今最後に思ったんだけど、うん、マッキー名前とか入れてるじゃない、おう、こう、とか、はい、あれって普通にみんな入れられるの？あれもね、最初に言ったでしょ、契約内容って、入る選手、名前とか背番号だとか国旗だとか、まあ一言メッセージとかね、自分の好きな言葉とかも入れられるんですけど、それも契約内容で今入れられなくなったり、今は自分の名前と背番号だけしか入れられなくなったりで、もうかなり厳しくなってきてるんですよ。はい、昔はだって家族の名前とかも入れてたよ俺。家族も今ダメなの？家族もダメだよ。ダメダメダメ、自分の名前と背番号だけ、あと国旗、自分の、うん、そうなんだ。に噂ではナイキは世界で5人しか名前を入れることができないって聞いたよ。え、そう、当たり前のようにみんな入ってたけどね、刺繍で。もう今 J リーガーで入ってる人誰もいないよ。そう、入れてる人は多分お店とか自分でやってるだけであって、契約公式として契約選手がそれを入れることは世界で今5人しかいないんだって、ナイキはね。アディダスは代表選手だったり、そういう選手は入れてもらうことができるよね。なるほど、はい、いろいろあるんですね。いろいろスパイクあるんです。はい、
いやすごい勉強になりました。ありがとうございます。なんか今後もですね、はい、やっぱり視聴者の方から、はい、牧野のここを知りたいとかこんなことを教えてほしいとかね、はい、なんかちょっとどしどし募集したいですね。そうですね。なんか今回だってこうサッカーに特化した、まあ、スパイクに特化したものじゃないですか。もっと多分いろんな契約内容とかいろんな僕らからしたら当たり前のようなことだけど皆さんからすると不思議でわからないことってたくさんあると思いますね。ぜひですねこの牧野 YouTube 牧野塾に対して、いろんなコメントですね、こういうの知りたいですよ、こういうのをちょっと発表していただきたいっていうのがありましたら、メッセージの方どうぞよろしくお願いいたします。